ケンシロウとレイはついに時との対面を果たした。病人である時が見せる技、闘気を目の当たりにしたレイは改めて北斗神拳の凄さを痛感する。時は静かにカサンドラの真の目的を語る。カサンドラの支配者はあらゆる拳法家をここに集め、その極意を奪い去った。その支配者とは剣王ラオウ。恐怖により世を統治し天を目指す北斗の長剣。そして剣王の魔手はケンシロウやレイにも及ぼうとしていた。剣王信仰隊が間宮の村に侵攻を開始したのである。村に残したアイリやレンたちの身を案じたレイはケンシロウたちに先行して一人村に向かう。その途中レイは夜空を見上げた。今日も北斗七星は輝いていた。その脇にある小さな星までも。ケン、俺は村へ帰る。残してきたアイリア、リンが心配だ。ラオウがついに動き出したか。第5話、迫り来る魔獣。この動きは人間では捉えることはできん。剣王様に忠誠を誓わぬ者は我らが抹殺する。逃げろ。助かりました。そのお力でどうか他の村人も救っていただけませんか。このシェルターは剣王軍が占拠する。忘れた、いいのじゃないぞ。
ってでも奴をぶち殺すのだ。この毒沼に落としてしまえ。我らは剣王様の秘術で強化されている。毒に苦しむのは貴様だけよ。ヒャをなぎ倒せ。許さねえ。てめえらの血は何色だ。奴を倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。飛炎竜武。許さねえ。てめえらの血は何色だ。出ないでさっさとかかってこい。
さっさとかかってこい。手ごわい敵だが、今なら押し返せる。危炎竜武、許さねえ。てめえらの血は何色だ。手ごわい敵だが、今なら押し返せる。許さねえ。てめえらの血は何色だ。くれてやる。どんな手を使っても奴をぶち殺すのだ。今日はなぜかお前らを殺したくて仕方がない。手ごわい敵だが、今なら押し返せる。かかってこい。いいんだ、こっからが本番よ。許さねえ。てめえらの血は何色だ。強いお方だ。よかったらシェルターまでご栄養してくれませんか。こら待て、どこに行く気だ。
ごわい敵だが、今なら押し返せる。さっさとかかってこい。さあ、ここから反撃だ。今日はなぜかお前らを殺したくて仕方がない。もしや救世主？
け！死にたいか。奴を倒せば好きなだけ褒美をくれて。どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。許さねえ。したくて仕方がない。ここから反撃だ。許さねえ。てめえらの血は何色だ。貴様には血も涙もないのか。従いません。こんな子供にまで。許さねえ。てめえらの血は何色だ。この男の弱点は妹の愛だ。探し出し人質に取れ。私ならここにいる。私は戦う。私は昨日までの愛じゃない。生きるしかできないアイリア。もう俺に弱点はない。アイリアは俺から離れた。自分で生き、自分の意志で死んでいくだろう。手ごわい敵だが、押し返せ。
その場でお願い。片付けてやろう。貴様にも非常性が見えていたようだな。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。よかろう、どこからでもかかってくるがいい。Woo!
敗北はありえる。貴様はここで倒しておかねばならん。ほう、まだ虚しい戦いを挑む気か。黙れ。たとえこの身が砕かれようと、なんと究極奥義、断固総裁剣。神はすでに貴様に死を与えていたのだ。Ruthless!